えーっと、で、熱波がない。あ、もうこれはもう、まあ、これね、でもね、評価するっていうより、あ、これ3ですね。あの、個人的には、いや、5がおかしかった。5、ブが、なんか無駄に置き攻め、むずくしてて、あれは、5の、ブがマイナスなんですよ。熱波がないのが今まで通りなんで、うん、こっちが普通なんで、まあ、これ3っすね。なんか元に戻ってくれたな、やったーって感じ。うん。そう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 。5がおかしいって感じ。 うん、そう戻っただけ。うん。そう。熱波っていうのは、要するに、熱波っていうか、要するにだから、起き上がるタイミングが違うっていうことだよね。5って起き上がるタイミング違ったやん。その棒起きと後ろ起きでさ、フレーム違ったでしょ。あだから、プロとかさ、上級者にとっては何の問題もなかったけど、初心者からするとさ、え、なんで自分のターンなのに、その練習が必要なの、このお先攻めりみたいな。そう。だから、熱波がないっていうよりかは、まあ、時間差置きがない。 起きるタイミングが一定っていう方が、えっ、ー、と、まあ、正しいかな。うん。でも、これは普通ですよ。今までがそうだったんで。うん。普通です。元に戻っただけです。だから3ですね。うん。まあ、でもまあ、3だけど、まあ、矢印上みたいな。<laughs> 上昇はしましたみたいな。前回が良くなかったんで、上上がりました。みたいな感じで。うん。